有馬さんがまたネット民のおもちゃになっています。先日7話が放送されたアニメ推しの子ラスト赤江ちゃんの覚醒という熱すぎる展開で終わったため、ネット民からはラスト30秒鳥肌立ちすぎて死ぬかと思った、漫画では似てるなくらいだったが声と動きや見せ方で衝撃的なものになるとはなおと言われ、トレンドにはその後2日間も黒川茜が入っていました。そんな神回と呼ぶにふさわしい7話だったのですが、実は全く関係のないところでネットが盛り上がっていたんですよね。こちら重曹ちゃんの帽子についてです。茜ちゃんが狂気の分析力を発揮したシーンの後で、重曹ちゃんが彼女の才能を認めていることがわかる大事なシーンだったのですが、ニコニコのコメント欄は何その帽子、釣り革ついてて草、それで通勤させろなおと全然関係ないところで盛り上がっていたんですよね。重曹ちゃんはただでさえミーム化しているのに今回新しい属性がついてしまったので、ネット民からは今度は釣り革ちゃんか、釣り革をつけて重曹を舐める元天才子役景品東北ちゃんなおと新しい呼び名をつける方や、釣り革に美少女ついてますよ、電車が揺れた時すごく助かってますと本体が釣り革だと思い込んで感謝する方まで言いました。意味わかりませんね。余談ですが、この件は公式側からもいじられていて、重曹ちゃんの声優をしている半めぐみさんが有馬かな釣り革つけてないかというツイートを2回していたり、作画担当の横槍めんご先生が有馬かなつかめるかなとうまいことを言っていたりしました。ネット民の中では公式サイドがそう言うならもう釣り革なんだろうという見解で一致していましたね。そのせいなのか、どこの鉄道の釣り革だろう、この色は優先席だななおと釣り革考察勢が湧いてしまっていて笑いました。ちなみに原作でも釣り革はついていたみたいです。さて、このように意味不明な方向で盛り上がった7話、実は海外の人気投票サイトにて今までランキング圏外だった茜ちゃんが突如として1位になったこともちょっと話題になりましたね。サイト運営者曰くこれは初の事態だそうです。確かに1話で人気をひっくり返すのに十分な活躍をしていたのでこの結果にも納得なのですが、ラストの演技に対しては声優変わったかと思った、声まで愛に聞こえてくるからプロってやつはすごいなおと大絶賛されており、この件はネットニュースなんかにもなっていましたね。このように茜ちゃんがすごすぎた回だったためか、序盤の茜ちゃんが自暴自棄になっていたシーンに対して冷静に考えたら台風の中歩道橋の欄干に立てるバランス感覚すごすぎると絶対そこじゃないだろうという部分まで褒めている方もいました。今期屈指の盛り上がりを見せる推しの子、今回話題にした7話では釣り革事件の他にモアイが登場したこちらのシーンでこれはキュークラリンですとかゲッターで見たなおと無茶苦茶なコメントをしている方もいたのですが、7話放送後に公開されたアイドルの英語版は英語版の歌詞がところどころ日本語の歌詞とマッチしているというとんでもない完成度だったため、トレンドにはサビ部分のザッとエモーションが入り、コメント欄のヒカキンさんも大興奮するなど大好評でした。こちらも神曲だったのでまだの方はぜひ聞きに行ってください。本日のニュースでした。ご覧のスポンサーです。